教育学は、教育に関する研究、または教育という事象を対象とする学問。教育学には、学習者、教育施設、教育技術、教育過程、教育評価、教育制度、教育に関する権利、義務、教育行政、教育法令、教育に関する理念や歴史などについての理論的、実践的研究が含まれる。第二次世界大戦以前は、 教育学という語で、教育心理学や教育社会学などと区別された、教育の現象や理念に関する一般的な主弁的研究を指していたことから、現在でもそのような意味で用いることがある。教育学は翻訳語であるが、その元となった単語の一つであるペデガージンは、もともとギリシア語で、子供を意味するペイドウスと、導くを意味するアゴーから作られたパイダゴギケに、 由来する。当時の哲学的な教育に関する研究を経て、時代を重ねることによって、教育学の領域は拡大してきた。それに伴って、教育の研究が科学的な手法に基づくべきであるという教育科学の概念も生じている。また、一部では、子供の教育学と大人の教育学とを対比させる向きもある。なお、ペデガージーは、現在の英語圏では教授学。 教授法の意味で用いられることが多く、教育学一般を意味するには教育そのものと同じ、エデュケーションや教育の研究を意味するエデュケーショナルリサーチなどが用いられることが多い。教育学は基本的にはよりよく生きることのできる人間を育成する活動という研究対象によって定義され、研究方法によって定義される学問ではない。教育学は哲学、歴史学、 社会学、心理学、法学、行政学、経営学などの小学問を基礎に据え、あるいは応用することで、さらなる発展と新しい視点を獲得してきたと言える。そのため、時に、この学としての堅牢さが不十分であるとか、学問のアイデンティティが未完成であるとかという指摘を受けることがある。例えば、哲学教育や心理学教育といった、 教育体系は成立しうるが、教育学に関する教育体系としての、教育学教育や、あるいは教育学に関する教育を、学問的に講求する、教育学教育学などのような学問の成立にまでは至っていない。一方、このアイデンティティが未完成な状態の中にこそ、教育学の特質を見出そうとする捉え方もある。教育学では、教育という場合開口をもとに、 学際的知見を成立させることも可能である。このような学際性こそが教育学の特徴的な個性であり、教育の現象を論じるためには不可欠な態度であるとも言える。古来よりどのような社会にも教育は不可欠であり、教育に関する専門的知見は常に必要となる。その限りで教育学は不滅の学問である。 もっとも、不滅の学問として単に学問的な伝統を維持することが重要なのではなく、必要に応えるべく高度な知的生産や探求の継続が求められる。また、教授学、教材論、教育過程論などのような主題的な分野においては、教育学における共通事項というようなものが見られると言われることがある。詳細は、教育関係人物一覧教育学者、研究者を、 参照教育学の研究課題には、次のようなものが含まれる。詳細は、教育史西洋教育史お及び、日本教育史を参照古代、中世においては、しつけや何かの知識、例えばラテン語の教え方のようなものを表していたが、宗教改革期に、コメニウスによって、初めて近代的な教育学のひなが作られた。コメニウスの大教授学は、 最初の教育学の教科書と言われている。大教授学には世界図絵という世界で最初の英理学習百科辞典が付されていた。近代の教育学は18世紀以降のルソーやペスタロッチらによる教育論の展開を起点とすることがある。近代の日本における教育学は欧米の教育学の輸入として始まり、日本で初めて本格的に教育学を論じた書は、 あとに、東京高等師範学校長となる、磯和修司の教育学であった。教科教育学の全体については、教科教育学を参照。ありがとうございます。